2021年6月で発売から1年が経過したダイハツタフト。軽自動車のクロスオーバー SUV という注目のカテゴリーに参入したことで今も注目を集めている。その個性的なデザインで人気のタフトに向けて、これまた斬新なデザインのボディキットを開発したのがダムド・80S とリトル D のタフト用ボディキットの販売を開始した。発売から1年が経過したタフトの販売状況を調べてみると、2021年5月の軽四輪乗用車部門では、4388台で第9位につけている。今や激戦区の軽自動車市場においてトップ10にランクインしていることは人気の証でもある。しかし、タフトのライバルと目されているスズキハスラーは第5位、7119台とさらに上位に入っており、タフトによる巻き返しも期待される。そんなタフト人気を再度盛り上げるべく、ダムドが開発したオリジナルのボディキット、80S とリトル D を紹介しよう。1974年に登場した初代タフトは本格的なオフローダーとしてデビューしたが、現行型は軽自動車のクロスオーバー SUV として2020年6月に復活。タフさを表現した角張ったボディは、全長 3395mm、全幅 1475mm、全高 1630mm。最低地上高を 190mm と高めにすることで、アプローチアングルは27度、デパーチャーアングルは58度と、SUV にふさわしい走破性を実現している。走行に関連する機能では、滑りやすい路面で車輪の空転を防ぐグリップサポートや、ターボ車にはスイッチ操作で走行モード変更できる D アシスト切り替えステアリングスイッチを備える。また大型のガラスサンルーフ、スカイフィールトップを全グレードに標準装備するなど、街中からアウトドアまで爽快感に包まれたインテリアが魅力だ。まずはじめに 80S から紹介しよう。タフトの純正グリルとは異なる、立体感のあるグリルとワイルドなデザインのバンパーにより、ノスタルジックな RV テイストを表現している。さらに1970年代から1980年代の RV 車で流行したグラデーションストライプをボディサイドに配することで、レトロ感もプラスしている。そしてもう一方のリトル D は、80S とは打って変わり、タフトらしいタフネス感をさらに倍増させるようなデザインとしている。このリトル D は、ダムドのジムニー用ボディキットでおなじみの英国車をイメージしたシリーズだ。それを示すように、サイドビューには、ユニオンジャックと可愛らしい犬が描かれたサイドデカールが配されている。そしてルーフには、スチール製ルーフラックと自然のぬくもりを感じさせるナチュラルウッドを組み合わせたトリップバスケットルーフラックを装着する。使用するウッドパネルには、北欧フィンランドで生まれた技術、サーモウッドを採用する。これは熱と水だけを使用したケミカルフリーな高熱乾燥処理が施されているので、使い込むほど風合いに深みが出てくるのが特徴だ。嬉しいことに、今回紹介したダムドのタフト 80S とリトル D のボディキットは、全国のダムド協力店舗にて新車のコンプリートカーとして購入することもできる。個性的でユニークなボディキットを開発するダムドから目が離せない。黒丸 80S フェイスチェンジキット、173,800円、フロントグリル、フロントバンパーボンネットフードカバー、グリルブラックアウトステッカー、黒丸 80S ヴィンテージストライプ、52,800円、黒丸リトル D、フェイスチェンジキット、173,800円、フロントグリル、フロントバンパーボンネットフードカバー、リトル D レターエンブレム、黒丸リトル DAOL デカール、38,000円、黒丸トリップバスケットルーフラック、未定、サイズ 1350mm×1000mm×160mm、重量 13kg、価格はすべて税込み。